はいどうも、こんばんにちは、This is Zapenです。ちなみに、A 決勝行きました。凱旋門のやつですね。はい、というわけで、見ていきたいと思います。不安要素はスタミナっすね。根性育成したんですけど、やっぱスタミナがどうしても漏れなくて、でブルボンはね、なんとかね、こんだけ漏れたんですけど、他の子がやっぱね、適性つけたりとかスキルつけたりとかっていう兼ね合いで、やっぱりちょっとしんどかったんで、はいはい、やっていきます。で、人気で正直決勝で取れないの分かってたので、セイリオスつけてません。はい、人気絶対取れないと思ったんで、はい、理想展開はブルボンが1位で走って、ライスは3番手で走ることですね。西のフラワーの雇用をね、継承しているので、で、CB はもうとにかく上がってくれと。はい、やっぱ怖いな、ネオユニっすね。ルドルフ結構ね、僕負けたんですよ、今回。なんで、そっちもね、やっぱいいやつけど、やっぱね、ネオユニ怖いっすね。こういうスキルがすごく濃いようでね、すんげー早いんでね。先行は、KO か。デバフはパッと見ないです、ね、誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。シンボリルドルフ現在最高峰、はたまた狙い通りか、ね、これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末足があります。カチラギエース会長に飛ばしていきます。向上面中間に入っていく長丁場のこのレースですが、縦画面古くありますよね。カチラギエース早くも先頭に踊り出た。2番手の上に一応や編集で横画面が見ついてると思うので、そしてそのうちの方が見やすいかなと思うんですけど、やっぱ初見はね、こっちの方がやっぱスキルのあれとかがあるので、こういうが2番手3マシン開いてシミラクル、はい、1マシン差ネオユニバース、その後3、4マシン開いてミスター CB、 1マシン差シンボリルドルフ。ミホノブルボン先頭進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン彼女の客室には合っていますね。戦争がやや早いのか、間延びした展開です。ライスがちょっとね、後ろ下がり気味なのかな。通常運転中エラー検知、巨大チョコ発見。たーっ、副産物を取得しました。かわいい、第3コーナーカーブ急勾配の坂を下っていきます。この足は止まらない、今回使おうと思っている理由が、強いから弱いからとかじゃなくて、単純に CB が使いたいからっていう理由だけなんで、まあ、CB の上がり方結構いいですね。今は6番手、トライスがねちょっと怖い、やばいかな。ここからどれだけね、あれいるかってところにちょっと CB が、さあ来たね、あいつじゃない。ここからレースはどう動くか、勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのは東海帝王。さあ最後の直線コースに入った。誓います、大好きな人と幸せの青いバラに、ライスだって最適です。かわいい、飛び込んできたネオユニバース。先頭は以前、さあどうでしょうか。400を切りました。いけ、うわっ、よし、いったやろ、いけいけ、あれ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 、驚異的な冷やし。日本のブルボン頑張れ、まだリードを取りました。頑張れ、今からバイトあるんでちょっとね、見れないんで、ライブ後でライブ見ますけど、うわ惜しい、もうちょいやん。調整モードに移行します。やっぱネオユニした、ネオユニでしたね、うん、ネオユニでした、やっぱ、うん、しょうがないっす。頑張ったんじゃないですか、無課金でね。というわけでご視聴ありがとうございました。12月は1位取ります。バイバイ。